はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。圭一様、森真子様、はっちゃん様、やすし様、ひかるひかる様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に、恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員の皆様、ゴールデンウィーク拉致被害者、署名活動お手伝いの方よろしくお願いいたします。5月28日は渋谷で大規模イベントがあってですね、なんかNHK スマホ課金反対でもできないそうです。他の日で調整を開始しました。残念であります。早くやりたいんだけどな。じゃあ5月21日はって言ったら、サミットで限界体制でダメだそうであります。なんだかなという感じで、犬が白目向いてよだれ垂らしながら小刻みに震える症状が5分から15分ほど続くことがあります。もう手足突っ張っちゃってね、よだれダラダラダラって垂らしてる。これですね、見た飼い主さんは転換か、転換の発作かって思われるようですけれども、ほぼ大体椎間板ヘルニア、腰ですね、腰椎ヘルニアの痛みの発作です。こうなるの、ほぼ大体。悪化するとですね、発作の頻度が増し、1週間に1回だったものが1日1回に、1日1回だったものが1日3回、よだれ垂らしながらみたいになりまして、最悪下半身が麻痺します。早めに受診してください。ダックスとかビーグルに特に多いであります。4月29日、日本労働組合総連合会、通称連合、メーデー開催、岸田総理が出席したそうであります。岸田総理は非正規、移住労働者、外国人のことか、フリーランスの声を聞けの横断幕を掲げた一部のパヨ、東京都管理者ユニオンって言ったかな、帰れコールやったそうであります。一般反応です。聞いてほしいのか帰ってほしいのか声を聞けと言うから出向いたら帰れってどういうこと。対話を叫ぶが対話しない謎の脳みそ帰っちゃったら声聞けないやん。パ、岸田は声を聞け、岸田来ました、パ、帰れ労働組合不要、などなど。なんで話題になってるかっていうと、自分らで誇らしげにツイートしてたから、帰れコールしてやりましたみたいな。実際誇らしいんでしょうね。権力に逆らう俺らかっこいい、かっけーみたいな感じでね。持論なんですけど、バカで幼稚ゆえに不遇だとパヨル、バカで幼稚で、それゆえ不遇、まあ貧乏であるとかね、だとパヨルという持論を持っております。ビジネスとしてパヨってる連中いますよね。田原総一郎とか、ビジネスパヨ、連中以外はほとんどバカで幼稚って考えて良さそうです。異論を聞かない、自分を客観視できない、他責思考、他力本願、努力しないための言い訳に全力、そして逆切れ、これにですね、自分はバカじゃないと思ってる持つ以下でバカなのに、自分はバカじゃないと思ってる、もう追加で、パヨ、しゃもじや、うな丼をあんなに頑張ったのに。内閣支持率大幅上昇、共同通信最新調査、ここは数字低めに出るのが特徴であります。内閣支持 46.6%、 8.5% も上がっちゃった、38% ぐらいだったのが、8.5% も上がってしまった。不支持 35.5% で下回ると、一般反応です。小西とうな丼のせいでは、立憲は最大の自民党応援団、政権維持が楽すぎて自民党が劣化してしまう。だいぶ劣化してるよ。茂木みてえな情弱が幹事長になれちゃうんだから、情弱、何にも知らねえ無知が、だいぶ劣化してって思いますけどね。すでに立憲の無能さをマスコミが隠しきれなくなってきた。うな丼追及が足りないのでは、もっとやれ。さすがにメディアもうな丼追及で連日ワイドショーをやる気にはなれなかったのか。約2割がどちらでもない、わからない、でしょうか。支持率大なり不支持率になったので、
不支持辞めたって人が増えたのかな、岸田政権手堅く無難に事なかれで大ミスしないからね、長期政権を企んでいくかもしれないですね、なるべく総理でいたいみたいな欲求がすごいつ、入管法改正だってパイオニアは大問題で大騒ぎしてましたけれども、大部分の日本人にとっては関係ない話ですしね、外国人の扱いのことですからね、岸田政権が良いのではなくパイオが勝手に沈んだって言えそうですね。なんせバカで幼稚で、パイオはね、立憲民主党世論調査でも野党第一党から転落、日経新聞調査、日経新聞調査、期待する野党は維新 51%、 立憲 27%、これ有料記事で他の党は書いてませんでした、まあ、野党の中で選べっていう話かな。一般判断です。維新に何期待してんの、そりゃ立憲よりマシだろ、小西と有田のおかげ、立憲のとりあえず自民に反対路線で票を取れてた時代は終わったということ。そろそろ透明変更の頃合いでは、立憲、森掛、桜、ウィシュマさん、しゃもじ、サルバン族、聖地、うな丼、27% も期待している人がいるのはおかしい。おかしいよね、本当に。まあ、野党限定でって聞いたから、一番、良さげな野党は立憲かな、みたいに考えている人が、まだ4分の1もいるって、なんか絶望しちゃいますね。立憲バカすぎるからしゃあない。とりあえず古参を全員追放しないと復権は無理そう。つうか立憲はパヨッターの意見を真に受けすぎだよね。パヨ一体なぜてんてんてん、そんなこともわからない。テレビの力が低下&SNS で情報拡散、デマと嘘は光の速さで指摘されるようになり、立憲や共産党がどんなに異論を聞かない、自分を客観視できない、他責、他力本願、努力しないための言い訳に全力、自分はバカじゃないと思ってる、嘘をためらわない、そして逆切れなのかが知れ渡ってきたってことですかね。和むわ和む、岸田総理定例記者会見、賃上げあっての増税、まずは賃上げなんて言ったらしいです。なんか増税ありきに聞こえるんだが、賃上げも増税するためにいやいややるみたいに聞こえるんですけど、一般判断です。減税して可処分所得増やせばいいだろうが、つまり上がった分はむしり取られると、むしられると、増税だけしそう。経済成長すれば税収も増えんだろうが、給料上がれば税収増えて増税必要ないのでは、賃上げがしたいのではなく増税がしたいと聞こえる。なんでこれを野党が言わないのかと。今でもね、実質税負担率 47.5% なのに増税だなんて冗談じゃねえですよ。増税しよう増税しようって頑張ってる財務省その他は自分の子孫も重税に苦しむんだからな。経団連はですね、バカだから消費税上げて代わりに法人税下げてなんてふざけたことを抜かすんですけど、自分さえ良ければいいと思って何言ってんのって話なんですけど、こいつらもね、自分らの子孫が一人残らず経営者になれるわけねえだろうが、財務省も子孫子や孫が一人残らず税金据える側になるわけねえだろうが、消費税が上がった時にですね、政治家と企業に復讐するため消費しないって投稿があったの強烈に覚えております。もう何も買わねえ、復讐のためだってね。若者はすでに重税に絶望しちゃって、家いらない、車いらない、ブランド品いらない、結婚しない、彼女もいらないってなってんですよ。どうすんのこれ。給料上がったら増税なって言われてたらですね、上がっても取られるんでしょってことになって真面目に働く気なくなっちゃうんじゃねえの。これは失言だと思いますね。そういえばですね、カナダ、G7 で唯一、カナダだけに LGBT 法案だって。でですね、女性保護シェルターなんちゅうのが、あれじゃないですか、夫や
彼氏の暴力で逃げてきた女性を保護する女性保護シェルター、そこにですね自称男女のおっさんが入っていくのを止めらんない。で、文句言った女性、保護女性保護されてる女性、なんでおっさんが文句言った女性の方が追い出されちゃったり、あとですねそういう人入れませんって宣言したシェルターが補助金打ち切られたり、つい最近も32歳の自称女の竿付きが女性シェルターに忍び込んで入ってって強姦事件を起こしてるそうであります。でですねベトナムで作物泥棒があんまりない、ベトナム人目の色変えて日本の畑から泥棒しまくってますけれども、よくそういうのを聞きますけれども、あと豚盗んだりヤギ盗んだりしてますけど、ベトナムではあんまりない作物泥棒家畜泥棒、それはなぜか、これ見つかっとですね、持ち主に見つかると近隣住民がわらわら集まってきてボコボコにリンチするんだって、たまに死んじゃったりする、それほどやる。でも死んじゃってもそのリンチを社会が容認してる。だから作物泥棒は家畜泥棒は殺していいってことになってる。だからやらない、言うですね、同じようにですね女性更衣室やら女性風呂やら女性トイレやらに入ってった自称女のおっさん竿付きは、まあ、取ってあったらまあ別ですけど、自称女の竿付きは利用者女性が寄ってたかってリンチして、まあたまに死んじゃっても仕方がないっていうのを社会が容認すべきだと思ってます。そしたら減るんじゃない？少なくとも私は容認します。そういうふざけたおっさんはボコボコにすべきと思っております。利用者がね寄ってたかってわら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 、もうほうきでモップで叩いたりついたり、してですね、というわけで、メール党員さんになって日本改革党をご支援ください。動画説明欄もっと見るをクリックしてもらってですね、そちらからご登録お願いいたします。デトックスジャパン。